先ほどのニュースでもありました能登半島での災害特に今回は1月の能登半島地震を踏まえて栃木県内で大規模な災害が発生した場合の避難のあり方を考える検討委員会がきょう県庁で開かれ骨子案が示されました今年1月1日に発生した能登半島地震では災害関連死を含め亡くなった人は400人を超えています 道路の寸断により高齢者が多い地域では孤立集落が発生したり大規模な断水で避難所の生活環境が悪化したりしました検討委員会は能登半島地震を踏まえ栃木県における避難について対応方針を決めるもので今日は骨子案について話し合われました骨子案の中の避難所の良好な生活環境の確保では 半島地震で不足が指摘された快適なトイレや温かい食事など対策を進めることが示されていますまた高齢者等の要配慮者の避難支援では宿泊施設なども福祉避難所として活用することなど課題に対する対応方針が示されました委員からは 冬の時期だけではなく暑い夏や在宅避難者への支援も必要といった意見が出されました県は避難の在り方について来年2月に計画をまとめる予定で全ての人に優しい避難を目指すとしています。はい、ありがとうございます 災害からかろうじて生き延びられた方々がその後の避難生活復旧復興の生活において心配なく復旧復興になっていけるそういったことを検討して栃木県の方でも反映していきたいと思っています。